今日、我が家の庭でちょっと面白いものを発見しました。この猫のことじゃないです。これ、ここにパパイヤの木があります。パパイヤのオスの木なんですけども、2年前にですね、私がパパイヤのオスの木を性転換させる処置法ということで、こういうふうに幹に竹の棒を差し込んで、そしてそのショックでオスの木をメスに性転換させるという、そういう動画をアップしました。合計8本ぐらいやったんですけどね、そのうちの1本がこれ見えますかね、ちょっと暗いかな、ちょっとヘチマみたいな形の小さい実がつき始めました。ちょっと見えにくかったのでキャタツ使ってアップしますね。これこの木なんですけども、ほらこの通り房状の雄花が咲いていますね。完全にオスギですけども、ほら画像中央にこの通り、しっかり雄花のついた房のところからこんな風な果実がついております。上の方のバナナの葉っぱは横に植えてある島バナナですね。まあ都合7本8本くらい性転換の処置をしたんですけども、まあ約2年間、1年10ヶ月くらいかけてようやく1本だけという。あとの木のお杉の方はまあ弱って枯れちゃったりだとか、あとまあ根が腐って枯れちゃったりだとか、まあパパイヤ雨季になって土の中の湿度が高くなると根が腐りやすくなりますので、そういうのが毎年発生するんですけども、そんな風で枯れちゃったりだとか、そんな風になりましたが、これだけは生き残って果実がつきました。一説によるとお杉からたまたま果実がついても味がまずいとかいう説がありますけども、さて実態はどうなのか私もちょっと分かりませんので、また果実が収穫期を迎えましたら食レポとかお届けしたいと思います。